この大会は高校ごとに結成されたチームが科学の知識や技術を競う大会です。今年で12回目を迎えました。科学の甲子園は通常筆記競技と実技競技が行われます。しかしコロナ禍のため昨年は各都道府県で筆記競技のみ行われました。今回2年ぶりに全国から高校生が筑波に集まり、例年通りの開催となりました。予選の都道府県大会には668校から7870人が参加し、都道府県代表47校の高校生が筑波に集まりました。茨城県代表は並木中等教育学校です。全国大会の参加は6回目と県代表としては最多出場となりました。初日に開会式と筆記競技が、2日目には3つの実技競技が行われました。実技のうち1つはカートを製作して指定のコースを進ませる工作競技です。事前にカートを製作し会場に持ち込みます。リモコン操作でカートを動かすのではなく、自動的にカートが動くようプログラムを組みます。宇宙空間に見立てたコースを移動し、小惑星のサンプルを回収して地球に戻るという想定です。この字型のコースを移動し、目的地でクリップを拾って元に戻らなければなりません。難しい課題のため多くのカートがコースから落下したり途中で止まったりしました。その中でも無事にゴールを決めたチームは喜びを分かち合っていました。最終日の表彰式では競技別表彰や特別賞など多くの学校が表彰されました。そして神奈川県代表の栄光学園高校が5年ぶり2度目の総合優勝を勝ち取りました。やっぱり優勝は一番の目標でした。基本は結構各人で勉強したりするんですけれども、実技競技に関してはもう本当にチームでやるものですので、学校にいられる限られた時間っていうのを頑張って有意義なものにして、結構コミュニケーションも取るようにして、それでちゃんと勉強して、そういう本番 100% の力、 120% の力を出せるようにっていうところで、なんとか調整をしていったつもりです。科学の甲子園優勝したぞ。おー、科学の甲子園全国大会は来年も筑波で開催される予定です。